はい、じゃあ山田さん最後です。パラレルワールド、はい、非常に意味深なあらすじ、どんな役どころなのか気になりますが、今度は夏の撮影だったんですよね。逆にこう今度は暑い撮影だったと思うんですけども。そうですね、僕らあの真逆で、うん、はい、真夏すごい暑い時に天体観測室に閉じ込められてあの死にそうな思いをして必死に頑張りました死にそうな思いをして、はい、そうですね。いかがでしたでしょうか、出来上がった作品ご覧になって。死にそうでした死にそうなのが伝わってきました。その一言につきますね。つきますね、はい、はい、石井さん、はい、もうね、あのダンスシーンはお手の物だとは思うんですが、今回山田さんとの共演でした、いかがでしたでしょうか、はい、あの山田さんとは撮影初日に初めてお会いして、あのそのまま本番という流れだったんですけど、あの台本がなくてほぼアドリブだったので、タメ口でこう話さなければならず、すごく緊張した思い出があります。ものすごくナチュラルなやり取りですよね。そうですか、心臓バクバクでした。山田さんはそのあたりの緊張を感じられてました？石井さんの緊張は。いや、そんなに、まあそんなこと言ったら、あの撮影当時18歳33のおじさんが制服を着てこれはすごいことをやらす、なんか本当にドッキリなのかなって正直思ったんですけどまあ今日だから、あ、本当だったんだなって分かりましたね。よかったです、はい、皆さん山田さんの制服姿にもご注目いただければと思います。さあ、監督の皆さんやキャストの皆さんにお伺いしました。改めて皆さんに大きな拍手をお願いします。終わり？終わり？終わり？終わりですか？あ、まだお話しされたいことが。喋りたいです。喋りたいですか？すみません、はい、川瀬節、そうですね、川瀬監督に、はい、こんな素敵なプロジェクトのボスのヒロさんは今何歳ですか？僕ですか？はい、僕48です。今日で、すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すみません。本日があ、もう一回歌いましょうよ、もう一回、ね、いきますか、せーの、はい、Happy birthday to you. Happy birthday to you. 踊らなきゃいけない感じ。Happy birthday, dear Hiro さん。Happy birthday to you. ありがとうございます。川瀬さん。Hiro さん、おめでとうございます。カズ監督。川瀬さん、すごいですね。ね、粋な。そう、抑えるところは抑えとかないとね。同じ。市で、はい、あの誕生日が2日違いです。あと双子座でしょ、はい、川瀬さんと僕は同い年で、はい、そんな川瀬監督に素晴らしい振りをしていただきました、ありがとうございます。そしてヒロさん、おめでとうございます。おめでとうございます。